意味がわかると怖い話。皆さん落ち着いて聞いてください。なんと今回で、意味コアが第13回目を迎えたぜー。いやなんで言った?なんでそんな中途半端な回数で喜んでんだよ。善は急げって言いますし、一回意味をググってこい。でアベル、どうしたの?この最初の画面怖いからなんとかしろって言ったじゃん。なんとかしろと言われましても、あそうだ、リアクションをつけてみたら怖さが和らぐんじゃない?全く変わんねえ。じゃあもういいよ、さっさと本編始めたらいいんでしょ。この画面から切り替わればいいんでしょ。それはそれで嫌というかさ。はーじー今あるよー。俺は電力会社で点検する仕事をしてるんだけど、実は今ニュースで流れた事件の被害者の家に今日行ってるんだよね。インターホンに会話しても出てこないから、拳でノックしたらやっと出てきた。髪ボッサボサ&ヒゲで、しかもパジャマ姿でニート丸出しだった。ブレーカーの場所まで案内するのもなんか探り探りだし、よっぽど部屋にこもりきってたんだろう。実際に点検する時もずっと俺のこと見てんの。不気味だったから、さっさと終わらせて帰った。でもテレビで出た写真は髪も整ってるし髭も剃ってるしで好印象。人って身だしなみでガラッと雰囲気が変わるんだな。同時に警察って結構頼りにならないなと思った。俺は正午くらいにラーメン食ってから行ってたから、警察が言う死亡推定時刻午前11時は変だ。ま、明日にでも聴取が来るだろうからその時言うわ。なるほどなるほど。警察もたまにはミスっちゃうこともあるよね。本当に?ええ。本当に警察がミスってたのかな?でも、この人は昼後に行ったらしいよ。つまり警察が間違ってるで間違いないの。アベルはテレビを信じ込むタイプだね。テレビなんて嘘ばっかの最悪時間泥棒嘘ばらまき機だよ。ひどい言いようだな。でも、おかしな点ってなんだ?まずさ、自分家のブレーカーの位置を把握してないっておかしくない?ニートだとしてもだよ。まあ、普通知ってるよね。そして点検の人を警戒してた。もう答えが出てるようなものだよね。あ、そうか。そういうことだったのか。そういうこと。引きこもりだからコミュ障を発揮しておどおどしてたんだな。はぁ、お前と同じにしてんじゃねえぞ。同じ?このニート丸出し野郎が犯人だったんだよ。でテレビで報道されてた人が被害者。なるほどね。今点と点が線で繋がったよ。繋がるの遅えよ。点検に行った時に出てきた男とニュースで見た清潔感のある男は別人。点検時に出てきたのは殺人犯。正午くらいにラーメン食ってから行ってたから、警察が言う死亡推定時刻午前11時は変。ということは、点検に行った時には死体があったということ。それに気づいてたら、きっと殺されたであろう。うわお。これ後から気づいたらめっさ怖いやつやん。というか気づかなくてよかったな。でもさ、犯人からしたら顔が知られてるわけだから、この人はこの後、なんてことがあったりなかったりねー。いやなくていいよ。大昔、とあるホームページで、怪我をしたかわいそうな動物に寄付を、というのがあった。片足がない犬や、内臓が飛び出た猫たちの画像があり、目を背けたくなるようなものばかり。だが、回復経過の画像を順を追って掲載していたので、寄付もそこそこ集まっていたようだ。ちゃんと寄付を手術に当てているようで、元気な姿にほっとさせられるホームページだった。なんだよ、普通にほっこりするような話じゃん。怪我をした動物を助けてあげてるだけだよね。いやでもどこかにおかしなところがあったり。確かにこれやってると、どうでもいい分を疑っちゃうけど、おかしなところなくない?ホームページ運営者が悪人とわかる箇所?どこよそれ?どこにそんな箇所があるのよ。考えられるパティーンとしては、寄付のお金を手術に使ってないとか。でも回復経過の画像はあるみたいだし。写真は回復経過の順ではなく、動物虐待をしている過程。つまり、回復経過だと思っている写真の順序が実は逆で、サイト運営者が募金を集めるために、猫や犬を虐待し、足を切断したり、内臓が飛び出るほど痛みつけている。そんなの知るわけねえだろうが、この解説を見ないと絶対あの文章からは汲み取れないわ。意味を理解できると怖い話だねこれ。今うまいこと言った?いいから次行け。はい。ある日、地方に住んでいる6歳の幼女が一人行方不明になった。幼女は公園で遊んでいた時にいなくなったようで、母親がいつものように主婦友達と立ち話をしている数分の間に消えた。どこを探してもいない。警察に捜索願いを出して探してもらった。警察も半分諦めていた。1ヶ月後、諦めきれない両親がとうとう最後の手段とも言える、アメリカで有名な投資能力者を大金を叩いて招いた。早速両親は娘が今、どこにいるのか投資してもらった。投資能力者は投資を始めた。何分か経って投資能力者は一言、この子は元気ですよ。この言葉に両親、親族は大喜び。さらに投資能力者は、この子の周りには豪華絢爛な家具が見えるので多分、裕福な家庭にいることが推測されます。この言葉に両親、親族は多少の疑問を抱きながらも喜んだ。そして母親が確信に迫った。娘は今、どこにいるのですか？詳しい場所を教えてください、と熱の入った口調で言った。投資能力者は一言こう言った。あなたの娘さんは世界中にいます。世界中？世界中、人はみんな血が繋がってるとかそういうこと？この投資能力者ダメだな。全然見えてないっすわ。お前に何がわかるんだよ。というかこれ、やばい事件だよ。俺の予想的には神隠しだと思ってるんだよね。いやそういうことじゃなくてさ、この子、多分もう生きてないと思う。何言ってるの？何を根拠にそんなことが言えるのさ。ほら、ここに書いてるよ。あ、マジだ。世界中、裕福な家庭で暮らしてる。は、わかっちゃったみたいだね。よじょー。あんたが言うと色々とやばいわね。え、なんで？娘自体はすでに殺害されているが、彼女の臓器は売買されて、世界中で生きているのだ。うわぁ。母親は一生このことで自分を追い詰めちゃうだろうね。あの時自分がちゃんとしていれば、皆さんは後悔のない人生を送れていますか？レッツエンジョイライフ。やかましいわ。みんな、人形って洗ってやったりしてるの？最近匂いが気になるんだが。ソフビや瓦礫は洗わんだろ、わら。ラブドなら一緒に風呂入るけど、わら。しかも髪ブラッシングしてやったらごっそり抜けた。もうダメかもわからんね。目玉が落ちた。大きくて可愛い目だったのに。でも、もっとコロンって感じかと思ったけど、腐った柿が枝から落ちるようだった。腐るとか、どんな人形だよ、わらわら。うるせえ、あー匂い取れねえ。ちくしょう。どんだけ臭い人形なんだよ。しかも髪は抜けて目は落ちる。相当古い人形なのかな？だとしてもさ、そんな匂いが取れないってことあるかな？確かに、アベルじゃないんだからね。それって俺が臭いってこと？腐った柿が枝から落ちるようだったって表現が気になるんだよね。ねえ、俺って臭いの？そして匂いも取れない。これってまさか、洗ってるのは人形かもしれない。もうここの時点で意味がわからねえよ。ヒントの部分がごじってるという恐怖。つまりだこれ、なに？わかってないのかよ。多分これ、人形じゃないんだと思うよ。へえ、人間って言いたいの？でも、そうじゃないと色々合わなくない？言われてみれば。通常人形の場合、目が取れることがあっても、取れないほどの匂いが出ることはないであろう。また文章中に、もっとコロンって感じかと思ったけど、腐った柿が枝から落ちるようだった。とあることから、人形ではなく、死んだ人間を人形と言っている可能性が。いやただのやべえやつじゃねえか。いつからおかしくなっちゃったんだろうね。大切な人だったけど、死んだことを受け入れられなかったのかもね。悲しいなぁ。電話に出たが、なぜかあいつは息を切らしていて、俺が挨拶しても返事がない。一言だけ、話して、と言ってきたが、何を話せばよいのやら。よく聞けば、電話の向こうから、もっと聞こえるように言ってやれよ、愛しの彼氏へ、と、友人の笑い声が聞こえてくる。さてはあいつら、俺を差し置いて飲んでるんだな、きっと。飲み屋の騒音で俺の声が届いてないんだ、ちくしょう。話して、って、電話越しにトークさせるつもりか。彼女はずっと同じことしか言ってなかった。乱入してやろうかとも考えたけど、急に電話も切れちまったし、眠気には抗えないので、やめた。次の日、彼女から別れを告げられた。ちょ、おま。これってまさか、おいー、なんで行かなかったの彼氏？なんで眠気に抗わなかったの？飲み屋で息切らすわけがないだろ。彼氏が言ってれば別れずに済んだのに、リア充崩壊プラー、飯うまー。哀れな男だな。この友人の笑い声が聞こえてくるってのさ、彼氏の方の友人なのかな？いやー、友達の彼女を襲うってかなりヤバくないか？考えられることとしたら、彼女があまりにも美人すぎたっていうことぐらいかな。はぁ。彼女の緊急事態に駆けつけれないんだから別れて当然だわな。いいよ、もっと言ってやれ。お前もこの状況だったら行かないだろうが。えへへ。話して、ではなく、話して、と言っている。つまり、彼女は今、されている。どうしよう。そろそろ終わりにする？なんでちょっと気まずくなってんだよ。こっちまで気まずくなっちまうだろが。ははは。ということで、今回は意味コアをやっていったんだけど、どうだった？まあ、ところどころ変なところはあったけど、人形のやつとか普通に怖かった。ああ確かに、人形系は謎の怖さがあるよね。でもそんな時は僕を人形としてそばに置いていたら安心だよ。そんなことよりアベル。なに？今日の出演料、まだもらってないよ。